ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。皆さんしっかり食べてますか？私はガツガツ食べてますよ。疲れやすい時期だからこそしっかり食べて栄養補給せねばですもんね。というわけで、あの企画いってみましょう。第1回、もしも彼氏ができたなら作ってあげたい料理ランキング、イエーイ。第3位、ラタトゥーユー。何それって思った方もいたかもしれませんけど、ズッキーニやナス、トマトとかの夏野菜をたっぷり使った料理なんですよ。なんで食べれば夏バテなんて一苦労ですよ。男の人ってお肉ばっか食べがちじゃないですか。だからこの夏野菜をたっぷり使ったラタトゥーユをぜひ作ってあげたいなっていう思いで第3位にしましたよ。作るの難しそうとか思いがちですが、実は結構簡単に作れちゃうので、ぜひこの夏作って食べてみてください。そして第2位はお味噌汁。私はお味噌汁が大好きなんです。毎日3食飲みたい。具は何でも大好きっていうか、何でも合いますよね。お味噌汁ってよく作る人によって味が変わるっていうじゃないですか。ほら、家庭の味とか。だから私は彼氏ができたらお味噌汁を真っ先に作り言わせたいんです。もう心の味噌汁しか飲まれへんわってね。そして待望の第1位は山芋のグラタン。私自身夏が来たら週に1回は作って食べてます。夏バテ対策には山芋とかオクラとか納豆とかネバネバした食材がいいって聞いたことありませんか？他にもアスタバとかツルモラサキとかモロヘイヤとかいろいろあるんですよ。あのネバネバ成分って胃の粘膜を守って免疫力をアップさせてくれるんです。あとタンパク質の吸収を助けて疲労回復効果にもつながるんですよ。結果夏バテ防止にいいんですよね。お肌にももちろんいいですよ。もし私に彼氏ができたら、きっとロードバイクで外走り回ったりするじゃないですか。だからこういう料理を作って元気になってもらってから、私はね、彼氏さんと家で一緒にゲームしたいです。どうでした？好きな料理とかありました？毎日暑くて夏バテになりやすいですから、ネバネバ食材で暑い日々を乗り越えればですよ。ちなみに今日紹介した1位の山芋のグラタンのレシピは概要欄に URL を貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。バイバーイ。結局宣伝かよって思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。